地方創生、地域活性化を担う日本のリーダーを迎えしてお送りする今週のリーダーズボイス。毎回多種多様な職業の方にお話を伺っていきます。第16回のリーダーズボイス、お二人目は株式会社エイシング代表取締役 CEO 井出沢純一さんです。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。プロフィールを紹介します。1982年生まれ、茨城県石岡市出身。早稲田大学在学中に第1回早稲田ベンチャーゲート最優秀賞受賞。2007年株式会社ひらめき設立。翌年早稲田大学大学院理工学研究科修士卒業。2016年株式会社エイシング設立、代表取締役就任。起業家万博2018総務大臣賞、大学初ベンチャー表彰2018経済産業大臣賞などを受賞。早速ですが、井出沢さんより改めて事業内容について教えてください。はい、弊社は、岩手大学発ベンチャーです。独自の、AI アルゴリズム、マシンラーニングと言われる、アルゴリズムを、15年ぐらい前から研究を学生時代からしておりまして、12年ぐらいかけて研究開発を してきまして、でようやく出来上がった、独自のアルゴリズムが、ディープバイナリートリー DBT というオリジナルの AI アルゴリズムを発明するに至りました。それは特に機械制御分野で非常に優位性を発揮する技術でして、現在マニファクチャリングカンパニーのメーカー様を中心に弊社の技術を共同開発一緒にしたり、ライセンス提供を行う事業展開を行っています。そもそもなんですけども、はい、AI ってよくこう皆さんなんとなくざっくりなこうイメージで AI ってこういうものって分かってるんですけど、はい、AI って何ですか？人工知能、まあ、はい、機械学習って言われるものが今ほとんどニアリーイコールで AI だと思うんですけど、はい、何かのデータに対してこの出力が、要は正解データがこれですよっていうのをひたすらデータで学習していくんですけど、要はこのデータの数が多いほど要は訓練される回数が多くなるので賢くなる。なので今 GAFA、 Google、 Apple、 Amazon さんとか世界的にもデータをどうやって取っていくかっていうところの覇権争いを中国とアメリカも含めてやってると思うんですけど、まあそういったデータをいっぱい食べさせていかになんかこう知能的な振る舞いをするシステムを作るかみたいな技術になります。なるほど、はい、先ほどおっしゃってました、DBT というのもなんかこう、はい、右から入ってきて左から流れてしまったんですけれども、はい、こちらをがアルゴリズムのこう新しいお名前なんですかね。はい、はい、これは正直バイナリートリーという二分岐という二つにどんどんこう枝分かれしていく機構造のことを言ってるんですが、はい、それは別に何十年も前からあるアルゴリズム考え方なんですけど、我々それがこうディープラーニングみたいな形でこう深層化していく、階層をどん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 こう細かく自分で、掘っていくようなことができるアルゴリズムでして、うん、というのが新しいところになってます。それでディープバイナリートリーというふうにネーミングされています。なるほど、はい、先ほど、まあ、機械制御の方がこうまた他の従来のものと違うっておっしゃってたんですけども、はい、もう少しこう分かりやすい例とかっていうのはありますか？はい、はい、応用例としては例えば自動車の、タイヤが、新品の状態であれば溝もしっかりしていて、でそれに合わせたチューニングがされていれば雨の日とかでもスリップがしにくいっていう制御が実現されていると思います。でそれがだんだん走っていくうちに溝がだんだんタイヤが摩耗していって減ってくると、出荷時のチューニングとは違う状態になっちゃうのでスリップしやすくなったりしてきます。でそれやっぱり最適化しようと思うとチューニングをしなきゃいけなくなるんですけど、技術者がですね、私たちの技術は、それを勝手に私たちの DBT というアルゴリズムがその場で補正をしてくれる、自動で補正をしてくれるっていうそういう技術になります。はい、他には、例えばロボットアームの、はい、こう初めはピタッともう何ミリもずれないような形での精度でピタッといくものが、やっぱり何年か稼働しているとちょっとだけずれ始めると、でそういうのも人が行ってメンテナンスしなきゃいけないような話が普通なんですけど、はい、我々であれば同じようにその場で勝手にロボットアームが学習し続けていればズレが起きない、経年劣化へのその場での対応ができる、そうするとメンテナンス性
が上がってきて、お金もかからずコストメリットも出てくるっていう、そういうことが実現できるようになっています。なるほど、はい、なんかこう寿命だったりっていうのがあるんですか？寿命とか、なんかそういうのってこう使ってるとだんだん、機械のってことですかね、システムの寿命みたいな話は、はい、そうですね、メンテナンスをしていって、最後壊れるまでが寿命だとすると、それは多分そんなに変わらないんだと思います、うんうん、AI を入れたとしても結局ハードはハード の依存があるので、うんうん、はい、壊れるときは壊れると思います、うんうん、ただそれまで最適に制御できるかって話に関しては、 AI が乗ることで最適に制御できて、で使い方によっては異常検知、うんうん、異常予兆みたいな話、故障予兆みたいなシステムもありまして、うんうん、それは別のまたシステムでやってあげれば、そろそろ壊れそうですよみたいな、でやってあげると精度は保ちながら、危ないって分かったらじゃあエンジニアがいて、はい、直してあげれば、それはまた寿命も伸びますし、はい、そういったことは寿命を伸ばすっていう使い方もあると思います、はい、今までこうありそうだったなって思うようなシステムではあるんですけども、はい、すごくまあ新しいものなんだなっていうのも分かったんですが、その、はなんていうのかな、きっかけだったり、はい、ひらめきっていうのは一体どういうきっかけがあったんですか？はい、作ろうと思ってたのは、15、16年前、はい、ちょっと記憶がだんだん雑になってるんですけど、大学3年生の時ですね、に、研究室に配属されたあたりから大学4年生にかけてぐらいの時がちょうどそういうことを思っていた時期でして、どうしてもロボットの研究室に配属されたんですけど、ロボットって当時も今もどっちかっていうと、こう人がプログラミングして頑張って調整して動かすっていうのが大体裏は地味なことやっぱりやってまして、すごくこうコードを打ち込んで、はい、それに沿って動いてくるんですよね、はい、もしこうなったら、うん、もしこうなったら、もしこうなった場合はっていうのをプログラムいっぱい書いて動かす、はい、で知能的に振る舞って見せていたっていうのが現実だったんです、はい、でそれを違和感をやっぱ覚えまして、はい、なんだろう、知能的じゃないみたいな、うんうん、で知能的な振る舞いどうしたらいいんだろうっていうことで AIに興味を持って勉強し始めたんですけど、うん、当時の AI ディープラーニングって名前がつく前の技術は存在してたんですけど、うん、同じものがあったんですけど、やっぱりそれでは計算が間に合わなかったり、うん、精度がちょっとうまく出なかったりっていう問題がありまして、うん、じゃあ世界中の論文を調べて、うん、そういう我々が欲しい技術でないかなっていう、その何ていうの、軽量な、安価なコンピューターの上で即時に精度よく反応できるものがないかなと調べた結果なかったので、すいません、計算が間に合わないというのは、はい、もう先ほどおっしゃってたように情報を集めて一回クラウドに上げて、はいはい、その計算をするっていう、そのスピードがこう、はい、それもそうですし、うん、実際もう何でしょう、その場で学習がもうする時間が何時間とか、なるほど、うん、けど何ミリ秒で終わらせなきゃいけないものが何時間かかったらもう6時間後に分かっても、うんうんうん、終わっちゃったよみたいな話、意味がなくなっちゃうので、うん、いやそういう高速な応答性が、しかも精度もよくできるものっていうのが、うん、まあ、今現時点でも多分おそらくそういう、早くて、精度がよくて、で、デバイス、軽量なデバイスに乗るっていう3拍子揃えようと思うと、多分弊社の技術しか今のところ多分ないのかなというところで、我々は機械制御にフォーカスしてやってるというところです、うん、はい、世界でたった一つの技術っていうことですもんね。そうですね、はい、うんうん、他に今後今持たれてる技術をもとに考えられてる展望だったりとかっていうのはあるんですか？はい、そうですね、今はファクトリーオートメーション FA って言われる工場のラインとかの生産性を上げたり品質を上げたりっていうところはまず目下取り組んでいるところでして、でその次は自動車産業、はい、電池も含むんですけど、EVはい、電気自動車の、電池制御だったり、エンジンの制御とか車体の制御とかにもやっぱ制御は私たちに向いているので、次はそういう分野で、で10年5年10年先には核融合炉の制御、核融合制御、反応の制御も。核融合って何ですか？核融合、ですね、核分裂反応は、はい、はい、分裂しちゃうと、はい、ああいう事故が起きちゃうわけですけど、うん、核融合のいいところは、ちょっと条件がずれるとパッて反応が消えちゃうんです。うーん、安全性が高くて夢の技術と言われてるんですけど、逆にその反応を維持するために複雑な
制御しなきゃいけないので、その反応を実は今の技術では維持できないんです。でそれで世界中今みんな国とか大手さんとかが力を挙げてやってるところの分野があるんですけど、我々はそういう制御の複雑なところも実測データから人がやんないで AI 側でそれをやってあげて、で高速に応答できれば、なんていうその複雑な反応も安定して維持できるんじゃないかなって私が勝手に思ってまして、すごい、なんでそれは私たちの企業の体力がついたら、ぜひ取り組みたいなと思っている、はい、課題です。 AI っていうとこう何かに変えたりとか、こう代わりにやってもらうっていうイメージだったんですけど、はい、その制御っていう面でもう役に立つっていうのは私すごく初めてだったので、はい、すごくなんだろう、新鮮だなと思ったんですけども、はい、すいませんこれ素人目線で AI の恐ろしさっていうのはあるんですか、はい、よく映画とかで、はい、人類をやられるとか、はい、あとは今で言うと、はい、私翻訳事業とかもやってるんですけども、はい、翻訳通訳っていうのをその AI の知能によって、はい、まあ置き換えられるのではないかと、はい、でなんかその AI 分野においてはどういう見解持たれますか。そうですね、人に反乱を起こすみたいなことは多分当面ないんだろうなと個人的には思います、はい、遠い将来あり得るとは思うんですけど、しばらくはないんじゃないかなとただそのおっしゃってたような、はい、翻訳作業とか、あと弁護士の業務だとか、あと司法書士業務だとか、いわゆる資格系とか、あとは単純作業、工場で何とかして作業で何かをしているとかっていうのはロボットと AI とかの技術の融合で、やっぱりそこは一部機械に担っていく部分もあると思います。ただ全部がなくなるかっていうと、やっぱり人じゃないとできない部分は多分にいっぱいあるので、クリエイティブ領域だったり、ロボットではどうしてもできないような、本当に逆に人じゃないとできないような手作業の部分っていうのもやっぱり存在するので、そういったところは実は意外に残るというか普通に残っていって、効率化される部分だけが変わっていくっていう、ちゃんとそういう住み分けで進んでいくんじゃないかなと思ってます、はい、なるほど。他に御社の PR だったりとか、はい、技術のこうお伝えしたいこととかっていうのはありますか。はい、ディープラーニングって今 AI イコールもほとんどディープラーニングってイメージが強いと思うんですけど、ディープラーニングも素晴らしい技術で、画像とか音声とか特に画像認識なんかはすごい成果が出ているのは皆さんご存知だと思うんですけど、我々は逆に言うとディープラーニングが苦手とする機械制御部分っていうのをやっぱり得意にしてまして、まあ、そういったところをフォーカスして私たちは今後も展開していきたいなと。でゆくゆくはディープラーニングとの融合みたいな話、画像は私たちに逆に言うと苦手なんですけど、ディープラーニングと我々の技術が歩み寄るとそういう、はい、自動運転で使われるような画像認識とか、そういったところの性能アップにつながるようなこともできるんじゃないかなと思ってまして、はい、はい、そういったことも進めていきたいなと思っています、はい、最後に一曲井出沢さんに曲を選んでいただきたいんですけれども、はい、はい、私が中学生の時から好きだった Mr.Children の Tomorrow Never Knows をお願いします、はい、こちら何か思い入れとかはあるんですか。そうですね、ずっとやっぱり受験勉強とかしている時も結構ミスチルの曲はずっとかけて勉強してたので、はいはい、そういう思い出があります、はいはい、それではこちらの曲でお送りしたいと思います。井出沢純一さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。